はい、皆さんこんにちは。ね、2代目まめちゃんを紹介します。ね、2代目まめちゃんは4月の8日に京都からやってきました。ね、千葉県専門店からやってきた男の子です。ね、とってもやんちゃな男の子です。ね、特に特徴は鼻が黒いです。ね、それからお腹もまだまだ黒いです。これからどんどん柴犬らしい体になっていきます。ね、皆さんまた豆ちゃんの成長の様子をご覧いただければと思います。これからも2代目豆をよろしくお願いします。豆ちゃん、挨拶やで。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくねー。